さあ、これは撃墜していく。よっしゃれ、バーバー戻っていって、エルギーの攻撃を消えている。逃しません。上にカウンター、カウンターでバースト。素晴らしい。はい、皆さん、こんにちは。私、ゆうのと申す者でございます。今回はですね、先日参加させていただいた、カリスマですね、チューブのスマブラのオフ大会なんですけども、そこでですね、なんとですね、ベスト6まで上り詰めることができました。まあ、オフ大会来て、行き始めて、10回も行ってないのかな？なんとかベスト6まで、このカリスマ SP7 で、到達することができました。その中の試合でですね、配信台で、した試合が、3試合あります。勝者側4回戦と勝者側準決勝、敗者側準決勝ですね。はい、この3つの試合をですね、後付けで解説しながら、喋っていこうと思います。この時どう考えていたのかとか、この、状況でどういう策を考えていたのかっていうところをですね、解説していこうと思います。それでは早速ですけどもね、一つ目の試合から見ていきましょう。よろしくお願いします。はい、では、この試合見ていきましょう。1本目ですね、マーシャウルフ対ユーノロイということで始めていきましょう。はい、まずステージ選択ですね。この大会はステージは、戦場終点スマ村、村町と、いうステージの選びなんですけども、まあ向こうがですね、確か僕がじゃんけん負けたのかな。で、これ結局戦場になったんですけど、いきなり 99%。これで、最初でちょっと、かなり硬くというか、初めての配信台ということもあって、ちょっと硬かったんですけども、今の、崖話空前からのマベコンから、空中ニュートラルですね。ここで火力を取ることができて、まあ、ここで結構落ち着いていこうと、仕切り直してね、考えることができたのが、大きかったんじゃないですかね。ここ上スマッシュちゃんと、ずらせてますね。内側外か忘れましたけど、どっちがいいのか分からないですよね。ただここ寿命ですね、崖折りからの空上ですね。非常に真下選手のですね、技選択うまかったですね。崖離しの空中攻撃って非常に強いんですよね。ああいう崖を降りてすぐに空中攻撃を出すことができるので、この行動が強いキャラっていうのは非常に、戦場でいいなというキャラですね。ああ、これはぶっ壊れてますね。これはもうどうしようもないですね。でも、まあ、使えるものは使わせていただこうという形でですね、使いましたけど、かなり、噛み合ったんじゃないでしょうか。ですが、依然としてですね、向こうに火力を取られてて、ダメージレースはかなり負けていますね。さあ、下投げから空上。これはもう鉄板ことですね。で、台の上の、読み合いを仕掛け、けてっていうことですけども、さあこの台折りが、これね NB 出しますけど、本当は横ビュー出したかったんですけども、まあ当たったから良しとしましょう。まあ最大のリターンというかではないんですけども、まあダメージ取れただけマシと考えてきましたね。ガードを見て掴んで、ここ弱入れて空後でねワンチャン狙っていったんですけど、まあこのパーセンテージは当たらなかったかな。とりあえず崖を固めてね、しっかり、帰らせない立ち回りをですね。で、しっかり受け身取ってきますね。こういうところがですね、マシさんの、強いところというか、上位勢になってくると、やっぱりここら辺のミスっていうのは絶対にしてこないですよね。さあ、かなり、ダメージレース的には、並んできましたが、さあ、この台を、いいですね。ちゃんとジャンプ上がりで安全に帰ってくれました。これがね、多分ね、上 B 打った後、下入力をすることで、崖に掴まずにね、上 B の最終段を当てるという考えだったんでしょうが、ちょっとミスってしまったんでしょうね。まあ、ラッキーな形にはなりましたが。さあ、ここで、逆転しましたね。ダメージレースが負けていてもですね、やはりこういうところでね、逆転っていうのは十分にできるので、ね、このゲームの面白いところですよね。空中ニュートラルで差し込んできて、崖の展開、これはもうジャンプで
うん、安全に行きましたね。はい。で、ここの N、この N ニュートラル B のね、ブラスター、まあ当たってしまうのは仕方ないので、まあその後ちゃんとリターンを取るということをね、考えて、立ち回っていただければと、皆さんもね、そういう気持ちで行ってくださいね。はい。で、ここで横 B レバースですね。167%、かなりですね、ほかほか補正というものがですね、かかってますので、これは行くんじゃないかと思って振ったところですね、余裕で行ったという試合ですね。マベコンの強さが非常に出た、試合だと思います。次の、試合もそんな感じだったと思うんですけども、うん。で、ここでね、ステージの選択なんですけども、戦場終点、ポケスタ2、村と町、スマ村に加えて、カロスポケモンリーグと、ライラットクルーズですね、が、追加されて、そのステージから、ステージを選ぶという形になるんですが、ここは、カロスポケモンリーグですね。これはもう確かマッシャーさんの選択ですかね。あ、じゃないか。僕の選択ですね。はい。というところで。さあ、カロスポケモンリーグ、ロイはですね、かなり、まあまあまあ、この台を使った、バーストタクっていうのが非常にいいものを持っているので、まあ、タクとしてはありだと思いますね。まあ、もちろんキャラによっては変わってくるんですけども。うん。ここいいつかみですね。うん。しっかり受け身を取って、落ち着いていこうという考えですね。さあ、ここ崖固めたいところ。しかし、ここは、マベコン、出してしまったと、おそらくこれミスですね。ここ空 N でね、降りてくるのが見えたので、しっかり下から、復帰すると。あれ当たってしまったらもう終了ですからね。ロイとか、クロムはですね、まあ、難しいんですけど、復帰力弱いんですけども、ちゃんと復帰すればね、しっかり戻ることができるのでね。はい。相当低いベクトルで飛ばされない限りは、全然できるんですが、うん。ここは空母ですね。まあ当たってしまった。これはもう仕方ないところですね。空中によりか掴んで、これ、しっかり鉄板コードルね、コンボね、決めていってますね。これだけ 40% とかですから、非常に強いですよね。ここは弱空を失敗していくと。この試合っていうかですね、配信台ってかですね、かなり弱空母の精度が低くなってしまいましたね。ここら辺のね、精度がですね、かなり低かったのが少し心残りかなというところですね。まあ、初めての配信台ということもあったんですが、まあ、ここら辺のね、精度というか、緊張慣れとか、配信台とかにね、慣れてね、立ち回っていくっていうのはね、今後の、課題になってくるんじゃないかと思いますね。僕はオフ大会はですね、カリスマ SP1 から、本当に SP 入ってから、オフ大会行くようになりまして。うん。まあ、この大会までの最高の成績がカリスマ33位とかだったんですけど、この試合を、この大会はですね、かなり、勝つことができてね、はい。いい結果を出すことができたんですが、今後、まあ、全然出ていくんですけども、うん。こうマベコンですね。この処刑台コンボ。このカロスの左右の台は、ロイツカの間では処刑台と言われてますね。まあ、なんで処刑台と言われているかは、先ほどのマベコンを見ていただければわかると思うんですけども。で、さっきの話に戻りますね。なんですけども、まあ今後ね、緊張慣れとか、ここら辺の、オフ大会のね、特有の、環境にね、慣れていきたいですね。ここも台乗れなかったですね。激痛にはいかなかったですけど、ただ下派生でですね、まあ 60% はいったんじゃないかなというか、ちょっともったいなかったですけどね。まあ、そこで、ちゃんとね、焦らずにね、台に、崖に戻ってね、やってるのは非常に強いですね。さあ、台、ジャンプ潰して崖を固めて、ジャックをですね。うん、ここはもうお願い、弱当たってくれという気持ちですね。弱をこすっていましたが、2回目の弱で当たって弱空を決めましたね。はい。まあ、ジャンプを潰した時点で横 B を買ってもよかったんですけども、空下とかね、空下目手を押したところでですね、受け身ができてしまうので、カロスはね、崖がね、地続きなんでね、そこら辺はちょっと難しかったですね。なので、もう諦めて、崖の読み合いに持って行って、なんとか、狩ることができたという試合になりましたね。